泉大津市、泉大津市は大阪府仙北地域に位置するし、市名は泉国の国府の外交、国津であったことに由来する。泉木綿の集産地となった江戸時代に、真田紐をはじめとした繊維産業が起こると、これを地盤に、明治以降毛布の製造が始まり、毛布の町として発展した。現在も国内産毛布においては9割帳のシェアを占める。 港湾も昭和初期に近代化され、堺仙北臨海工業地帯の一角を占め、近年は物流拠点としての性格も強めてきている。港湾や中心駅の再開発が進み、人口は2000年代前半までは増加傾向にあったが、平成17年、2005年以降は減少傾向にある。全4から5世紀、奈良時代には大津の地名が見られ、 日本初期にも登場する。鎌倉時代には、大津城、真部城が築かれ、戦国時代にはその跡地に、大津美堂、南明寺が立ち、周囲は寺内町の様相を呈した。安土桃山時代の本能寺の変の後、明智光秀が市内の序章町に現存する、蓮忠氏寺に陰性したと伝えられている。市内の豊中町では、 特性例を約束した三秀に社温を表す供養を長年行っていた。t。江戸時代、先週地域において、綿花栽培の規模が拡大すると、港湾とその後廃地としての在京町を合わせ持つ、大津に綿花注文書が設けられ、綿花は船で大阪や堺の問屋に運ばれるようになった。また、原料の集産地に留まらず、 サナダヒモなどの加工品の製造も行われるようになった。また、サナダヒモについては、サナダの幸村が考案し、後藤元次が当地に伝えた。という伝承がある。この地盤を活かして、明治時代には、毛布の製造を開始、一大生産地に発展した。過去には、泉大津市、泉市、高石市、忠田岡町の三市一町の間で、 合併の話が持ち上がったが、高石市が脱却したため、合併研究会の設置に至らなかった。現在では、泉大津市、泉市、田岡町の西一町、かつての泉郡の範囲と、ほぼ一致の間で合併問題などを調査研究する、仙北西一町広域行政研究会が設置されている。定数は17人。 2017年5月22日時点での開発構成は以下の通り、欠員1名、南出健一市長の市議会議員から市長への転身に伴う欠員。泉大津の泉と大の文字を波形に図案化し、湧き上る発展と海外への夕日を表彰している。1942年、昭和17年9月25日に制定された。 毛布の町泉大津にふさわしく羊の顔をイメージし、目と口の黒い丸は、想像、躍動、調和を表している。オズミンから2012年、平成24年4月1日に市政70周年を記念して誕生したゆるキャラ。毛布工場で生まれた羊生、妖精という設定。南海本線に泉大津駅、東口ロータリーに、巨大な像、デカオズミンとして設置されていた。 駅前展示は本来2012年平成24年12月31日までを予定していたが市民からも好評を得たため2013年平成25年3月30日まで特別にそのまま駅前ロータリーで設置されていた3月30日の深夜に有志により分解され現在はひまわり広場に移転され設置されていい市のキャッチフレーズは 日本一の毛布の町、泉大津である。泉大津市、オリアム随筆賞は、繊維の町、泉大津を全国に PR するために、市政志向70周年事業として、2012年より創設された独自の文学賞である。なお、随筆と書いて、エッセイと読む。主な産業は、繊維、タイヤ。特に毛布やニットの製造が盛ん。 泉大津市の経済や雇用を活性化させるため、市では企業の誘致に積極的に努めてきたという。そうした長年にわたる努力の甲いあって、現在では多くの企業が泉大津市へ進出し、事業を営んでいる。2012年12月現在、泉大津市内各区域の郵便番号は595から 00xx。 泉大津郵便局の周波担当となっている。このほか大阪国際空港、伊丹空港を利用する市民も多くいる。泉大津市には JR 半和線の駅は一つもないが、半和線沿線の住民も市東部を中心にたくさんいる。厳密に言えば、半和線は泉府中駅の北側で、ほんのわずかながら、泉大津市を通過しているのだが、泉大津市民の多くに、 市内には南海本線しかないという意識があるのも事実である。中でも、穴デニや東方中町など、泉府中駅から徒歩数分程度という住民は、隣の泉市府中町にある同駅を利用する場合が多い。2015年度の1日平均乗降人員は27,272人で、南海の駅、100駅では10位、南海本線、今宮恵比寿駅、 萩野の茶屋駅を除く41駅では5位である。高石市以南の専修地域の鉄道駅としては、1日、あたりの乗降客数が隣接する泉市にある、阪和線泉府中駅、仙北高速鉄道泉中央駅に次いで多い。また、南海の駅全体から見ても、東駅以南のすべての特急停車駅を上回っている。南海バスは、地域において、 南海本線の泉大津駅を発着する路線バスを運行している。すべて JR 半和線泉府中駅を経由し隣接する泉市の各地域へ向かうものである。平日の夕方ラッシュ時に運行されている孔明池駅へ向かうバスを除き、仙北高速鉄道泉中央駅を経由する。ため、福祉バス、ふれあいバスを中日臨海バスへ委託して運行している。 高齢者、障害者、妊婦などの社会参加促進を目的として運行されているため、乗車はこれらの人に限られている。運賃は無料。市内は、格子上に道路網が整備されているが、人口が増加している、泉市中南部からのアクセスが、地形の制約もあって、富田林泉大津線、恵比寿町から穴殿間に集中し、近年渋滞が悪化している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。